はいどうも、リンリンパラレルのリントです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日は、VTuber 始めましたということで、動画を撮りました。で、やっと前回ヘッドセットとコントローラーのやつお話しした時のやつなんですけど、見てください、指動かせるようになりました。ちょっといろいろ試行錯誤をした結果、指も動かせるし、ちゃんとこうグーもできるしパーもできるし、しかも表情も変えられる。目がキラキラしたり、ちょっと悲しい顔してみたり、ちょっとキリッとしたり、キリッとしたり、そしてうんみたいなねこともできますし、ウインクだってできちゃうよ。はい。で、結構ただ腕とかがまだブレブレだったりとか、これはね多分慣れかな。慣れていったらなんかいろいろできるような気がする。そうだから頑張るよ、行くぜって感じで、表情も結構こう自分で変えられて、ウインクは勝手にしてくれるんだけど、ボタンを使うことによって結構いろいろできます。なのでもう笑顔でこうやってこんにちはってやることもできるし、オープニングとかもこれで撮れるかなっていう感じ。私が最近よく見させていただいてるチャンネルのまあチャンネル名あげちゃっていいか、キョンクマさんっていうねチャンネルがあるんですけど、キョンクマさんのチャンネルでキョンちゃんっていうキャラクターが、どうもキョンちゃんですってやってるんだけど、それをどうもリンちゃんですっていうのをこれでやれるっていうね、こうやってはいどうもリンちゃんですっていうような感じでできます。なので結構楽しい、本当に楽しい、超楽しい。なのでもう目をキラキラ輝かせながらいろいろやっていきたいなと思います。ちょっと私のチャンネルね、今上にこの辺にねチャンネル名のチャンネルアートが載ってるとは思うんですけど、よかったら、チャンネル登録していってくださればなと思います。まあ、中身はね男なんですけど、アバターは女性なんで、その辺だけよろしくお願いします。で、まあ私のチャンネル見てくださってる人とか、あとはツイッター見てくださってる人だとわかるんですけども、まあ V カツは使ってるんですけれども、正直このリントっていうね、私ねはドラクエ10の中のリントなんですよ。この辺にドラクエ10のリント出しておきますね今。うん、ここに出しとくんで見てもらうといいんですけども、ドラクエ10のリンとはと似たような感じで作ってます。なのでドラクエ10はドラクエ10でリンとねリンとねリンとね動かしていくとは思うんですけども、それ以外にも V カツでちょっとリンとを動かしたいなと。まあ、リントっていうハンドルネームは自分でもあるんだけどね、中の人でもあるんだけど、このキャラクターもリントなんですよ。で、これもこいつもねリントなんですよ。なのでその辺をね、まあうんって感じうんってなんだよってって感じなんだけど、ひとまずねこうドラクエ10のリントっていうキャラクターを一人歩きさせてて、もうフィギュアも作ってね、フィギュアの写真はどうしようかな、この辺に貼っとこうかな、この辺にねフィギュアの写真出しておきますね。こっちにリントね、フィギュアの写真ね両方出しておきますけども、もう自分でねフィギュアも作ったし、こうやってここのねだし、こっちのリントはリントでね、ドレアをドラクエのドレアをねめっちゃさせててっていう感じで、このリントは、まあ、VTuber として使っていこうかなと思ってます。そしてスマホゲームとかの生放送だったら V 活やりながらこの間やれたので、ちょっとその辺はやっていこうかなっていうのと、動画作っていく時にまあ1個のね画面の端っこにねワイプでね私をね出しておくっていうのもありじゃん。だからそういうのをね今後ちょっとずつやっていこうかなと思ってます。でこの V カツ背景をねちょっと見ててね、こうやるとあれあ
失敗した、失敗したよ。背景をね変えれるのよ、変えれるんだけど失敗しちゃった。よいしょ、全然いけるからいいんだけど失敗した。よいしょ、こういう感じで黒巻きにできるんだよね、こんな感じで。で背景の緑を抜いてっていうこともできるんで、そこともねちょっとやってみたいなと。でここに急にフィギュア出てきたけどね、これあの私の画面には見えてるんだけど、これをキャラこうカードがねこの辺にあるんだよね、この辺に。でこっちにもねカードがあるの。そう、このカードをこのキャラクターにぶち当てると衣装を変えられるんだよね。ちょっとカードを取ってこんな感じで変えられるのね。だったりこんな、どうも先生です。そう、クロマキーのねその何後ろ、この後ろにこの後ろね、この後ろねにこう背景とか合成できるらしいんだけど、合成の仕方をよく知ってないんで、今ちょっと合成勉強した上で、今合成もしかしたら入ってるかもしれないけどね、ここに緑抜けてるかな、抜けてないかもしれない。ちょっとねうまくできないんだな頑張ってみるけど、ちょっとうまく頑張ってみるね。でもし頑張れてたら、ここにね今背景違うのが乗ってるの、乗ってたら拍手して、拍手拍手お願いね、よろしく、いいねとかもよろしく、いいねしてくれたらもう頑張るからよろしく。でこうこのねフィギュアまた出てきたけど、このフィギュアをねこうやってやると、見てこのさっきの衣装ねとか、こんな感じのスポーティーな格好もねできるし、ちょっと一旦背景ね、合成し続けるの大変なんで、よいしょ、この背景に戻しとくけど、そう、見て、こうやって和服もできるのよ。どう？可愛くない？もうこれもね、自分で衣装作ってやってるんだけど、こういう風に衣装が作れるのも楽しいし、その自分がね、やれないキャラクターだし、てか、男だし、中身、男だし、本来がこう女の子のキャラクターできるのってちょっと楽しい。声も変えれたらいいかもねって今ちょっと思ってる。でもボイスチェンジャー使って女性声にするのはまたなんか違うのかなって思ってる。でもこのリントっていうねキャラクターのボイスを調整して、こう自分の声をね調整してボイスチェンジャー流してやれたら、それはそれで楽しいのかなって感じだけどね。よいしょ、あとこんなのも作ったよ。こんな、あれこれさっきのと一緒だ、これ、あれ違う、これオーバーオール、ちょっとおっぱい大きくしすぎちゃったかな、でもいいか、可愛くないね、可愛いと思うんだ。あとねこんな、これは V カツのキャラクターのアバターかな、もともと入ってるちょっとプリセットのキャラクターのやつなんだけど、あとねこんなんとか、あれこの下か、あれうまくいってない、これこれどう、よくないね、頑張れ頑張れって感じもできるし、あとはなんかね制服みたいのもあって、これ取れるかな、こんな制服もねできるの、かわいいよね。あとねちょっとどうかなと思ってるけど、すくみずとかね、あとちょっとねパジャマっぽい感じの服もあって、こういう部屋着みたいなのとか、こういうのとかね、ちょっとこう面
胸の部分がね、あれだけど。あとは、これ取れるかな。あった。よいしょ。こういう感じのアイドルみたいな服とかもできるし、ね、こういうのもいけるんだよね。結構楽しい。最近お気に入りはこれ。これ好き。いいよね。で、よく見るとね、見て、あ、見えるかな？あの、ここにね。こうか。ここにね。見える？これ。これ。刀。刀。全然見えないね。なんか、刺さってるのがちょっとあるねってぐらいだね、ここにね。そういうのとかもできる。まあなので、これからいろんな可能性があるとは思うんですよ、VTuber って。なので、まあゲーム実況してる時のワイプで、こう端っこにね、乗せたりだとか、あとは、生放送で雑談生放送したりだとか、ですね。うん。だってほら、こうやってフィギュアも、このフィギュアはね、どうしようもできないし、ほんと飾ってって感じだからね。うん。なので、で、こっちのドラクエもね、ドラクエのキャラクターだから、そのドラクエの中の動きしかできないから、自分がこうやって動かしてっていうのはちょっとできないから、やっぱり VTuber でこうやっていろいろ動かせると、それはそれで楽しいなってところですね。なので、これからは、ちょっとこのリントも使って、やっていこうかなと思ってます。ちょっといろいろ練習してみて、さっきのクロマキーとかね、抜いたりとかね、グリーンバック抜いてみたりとか、そういうのをうまくやれたらなと思っています。あとは生放送でちょっとね、V 活しながらスマホゲームをね、ポチポチやれたらいいなって思っています。ボイスチェンジャーは気が向いたらやるかも。でもほとんどやらないかな。うん。なのでその辺はまあ楽しみながらやっていけたらなと思います。ということで今日は、VTuber リントとしてデビューしますっていう形で、V活しながら、いろいろご紹介でした。でこれからはちょっと生放送もね、回数増やしてやっていけたらなと思ってるので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとは他にも VTuber の方とか、V 活やってるよっていう方とか、あとはね、VTuber 同士で仲良くなれたらなとかも考えてるんで、よかったらね、下のところにコメント欄にコメントしていってくれたりとか、いいねよろしくお願いいたします。あとはチャンネル登録などもね、よろしくお願いします。でちょっと V 活を使ってオープニングとかエンディングのカードとかを作れたらいいなとは思ってます。ただ今のエンディングカードも結構好きで、こう リントとね、私の作ったネルゲルのねフィギュアのやつとか、オープニングもね、コマ撮りさせていただいたやつとかなので、その辺はその辺で気に入ってるので、そのまま使っていきたいなとは思っています。まあ皆さんね、何かあればもうどしどしコメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。はい、ということでエンディングね、次回もご覧くださいみたいな感じで撮ったんですけど、こんなものを見つけたのでやってみました。なのでついでに最後にこれをちょっとご紹介していけたらなと思います。はい、ちょっと画像ちっちゃいかもしれないので、ちょっとマウス操作しますけど、よいしょ、マウス操作するのでちょっとあれですけどね、よいしょ、ちょっと大きくしよう、大きくした方が絶対見やすい。でかすぎるかも。でかすぎるね。でかすぎるけど映ってるね。ということで、はい、名前はリントということで、設定上は、年齢は18歳のつもり。でも20歳ぐらいいってるよね。22、3いってると思う。うん、
22、3ぐらいかな。でも一応18歳プラスっていうことでよろしくお願いします。年、性別は女性、身長160ぐらいかな。そんなに大きくない感じです。で、体重も45、50はありそうだけどねっていう感じ。ちょっと夢を見ましょう。で、趣味は、ドレアハウジングってことで、まあ、基本的にね、あのドラクエの方の趣味っていう形で書いておきます。そして、まあ、チャンネル名は、ここの。リンリンパラダイスですね。そして活動場所としては、YouTube と、アストルシアですね。なので、あと Twitter ねっていう感じです。で、活動内容としてはゲーム実況や生放送や、あとはね、ちょっと流行りの企画を真似てみたいなって思ってて、ちょっとせっかくだからこう、例えばじゃがりこ面接とかみたいな感じのをちょっとやれたりしたらいいなと思います。で、編集技術はあまりありませんので、私なりに頑張ってみようと思います。で、見た人みんなが少しでも楽しめる動画をね、作っていきたいなと思います。で、下のところですね、ファンの呼び方とかを特に決まってない。それがでも決められるようになったらすっごいいいよね。なのでなんかなんだろう、リンパラなんちゃらとか、リンパラ？リンパラはなんかおかしいね。でもなんか決めれたらいいよね、ファンの呼び名ね。で、配信の頻度なんですけれども、まあ、仕事の関係もあるんですけれども、こう仕事自体が夕方で終わる日、夕方っていうかちょっと早めに終わる日があるんですけれども、その終わる日の火曜日、木曜日、土曜日、日曜日の、週2回は配信したいなと思ってます。生放送をね、ひとまずは。で、週に1回は通常動画をアップできたらいいなと思ってます。目標です。ちょっと頑張りたいと思います。で、ハッシュタグは、リンリンパラレル、リンパラ、リントという形の3つ、これではできないな。3つです。で、ファンアートは特にないので、みんな書いてくれたら嬉しいです。で、好きなことはドラクエ、ドレア、仮面ライダー、遊戯王、メトロイド、ここが結構柱になってくるんじゃないかなと思います。まあ、正直ドラクエって言ってもドラクエモンスターズの方が好きなんだけど、ドラクエはドラクエのキャラクターなどから出てきてるしっていうところ、あとドレアね、すごい好き。で、あとは仮面ライダーと遊戯王とメトロイドは、好きだね。あとはまあ他にもカンコレとか、あとナイトメアビフォークリスマスとか、あとなんだろうね、ジョジョの奇妙な冒険とかも好きかな。あとワンピースも好きだし、ポケモンも好きだし、あとはシャドーバースとかも好きだし、スマホゲームって言ったらいいのかな、とかも好きって感じですね。っていう感じです。で、苦手なことはゲームをうまくやること。基本的に攻略動画ではないので、そちらだけは端からずよろしく。で、まあ、フリースペースのところに書いてるのを、まあ、書いたテンションで、ちょっと読んでみると、はい、どうも、リンリンパラレルのリントです。ドラクエ10の世界から飛び出して VTuber になってみました。で、フィギュアになったりもしています。で、自分が楽しむことを、まずは自分が楽しむことをモットーに動画を作っていきたいです。皆さんにも楽しんでもらえたらと思います。チャンネル登録、フォロー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。中身の趣味が全開です。はい。中身は男です。足からず。っていう感じですね。はい。では、ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。ちょっとマウスいじるからね。許してね。マウスいじりながらね、V 活のこれもやるとね、
手がすごいことになるんだね。よいしょ。オッケーオッケー。こんな感じですね。なので、まあ、こんな感じでいろいろ動画も撮っていきたいなと思います。で、VCATSもすごいこうやって動かせるようになってきたので、こういろんなあの企画を、その商品を買う系はちょっと無理だけどね、まあ、商品レビューだと、ここには商品を置けないので、VR の世界だからね、できないけど、なんかこう演技的なものとか、そういうのをやれるんで、こう、そこそ、USA とかね、 USA USA ってやれるよね。 Come on baby、 今出てこないけどね、 Come on baby みたいな感じのもこれだったらちょっとできるよね。なのでなんかそういうのを少しこういう世界でもやっていけたらなと思います。はい、まあさっきエンディングはね撮っちゃったんですけども、またエンディングだけ撮りますねということで、今回は V カツ、まあ、VTuber デビューっていう感じでね、いろいろやっていきますよっていう形のご紹介でした。これからいろんなやつやって V カツもかなり使っていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いしますということで、以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。